ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X3 X ドライブ 2020 2022年式3000キロ、こちらの車両になります。ちょっと長くて今噛みそうになっちゃうんですけど、ギリセーフって大丈夫ですか？大丈夫です、はい、結構新しい車が届きましたね。そうですね、はい、今市場ではうちだけですかね、出てるのが、はい、見たいですね。そうなんです、はい。まあ、マイチェンしたのが、こちらが攻撃型ということで、マイチェンしたのが去年の10月、はい、10月ですね、はい、なんか11月ぐらいからデリバリーが始まったらしいんですけど、はい、まだ全然流通してないということで。そうですね、やっぱり、まあ、その時期からからもしれないですけども、新車のやっぱりあの納期が全然遅くなってる部分もありますし、かなり遅れてるみたいですね、はい、今でもやっぱり入ってこない部分もありますし、装備オプション もかなり削られて入ってきているので。あ、そうなんそうですね、はい、これは削られてない方、ない、まだない方だと思いますね。まだない方、大丈夫です、はい、なるほど。で、僕もちょっと予習したんですけど、はい、結構あのマイチェンであの、うん、機能的なものが進化したりとかしてるんで、はいはい、今回その辺をちょっと拾っていきたいなと思います、はい、でまずあの外装も結構変わったですね。そうですね、まあ、大きく変わった、まあ、あのグリルがね、ついにくっついちゃいましたくっつきました、はい、これが一応このカメラの部分がもともと分かれてたのが同じ黒で、はい、でこれ黒に交換したんですよね、グリル。そうですね、今回ブラックに書いてありますけども、はい、ついに繋がってしまったということで、はい、だんだんこう主張が激しくなってきますけども、はい、そうですね、はい、まだ大きさ的には許せる？まだいけます。まだいけますか？まだいけますか？まだいけます、はいはい、あの4で結構免疫がついてるので。あ、そうですね、まだいけます、はいはい、であとはライトなんかもちょっと衣装が変わって、はいはい、なんかあの灯体自体も1センチぐらい下がって、そうですね、はい、フル LED のタイプに、はい、なってると。こちらタイプで、あとバンパーの全体的な衣装もかなり変わって、はい、なんかあのちょっと電気自動車シリーズのちょっと何ていうんですか、のぺっとしたエクステリアデザインとちょっとつながるものを感じません？うん、そうですね、だちょっとそのまあまあ流れ的には同じなんですけど、 X2 とやっぱり X ちょっと本当のぺっとしてる感じがするので、はい、それよりもうちょっとなんか立体がまだ残ってるかなってイメージありますね。でもこの辺のダクトとか、うん、でこれダミーなんですね。おダミーなんです、はい、両サイトで、はい、こっちのブレーキダクトに関しては開いてて、はい、こっちのホイールの前のこのエアカーテンですかね、はい、ここも開いててっていう感じで、あと、20D だとあのシャッターはついてないんですね。そうですね、ですよね、はい、はい、D だ、 D、 D でも多分40とかだったらついてるんじゃないですか。と 6X6 はついてるね、はい、はい、そこら辺はコスト6気筒なら確かついてた、よく調べなかったです、はいはい、こんな感じの前回りになってて、早速横行きましょうか、はいはい、で今回のお車は、はい、プチカスタマイズ、プチでもないですね、結構カスタマイズしてらっしゃるってことで、さらっと見たらねちょっとノーマルっぽいんですけど、まあ、いじるところはいじってありますね、はい、足元もしっかり BBS のものに変わってると、はい、富山県の BBS じゃなくて、はい、あのドイツの方の BBS ですね。そうですね、はい、そこはちょっと詳しく説明した方があのすごく分かりづらくてですね、はい、まあ、僕らその業界関係者だともうすぐ分かりますけど、はい、あの一般の方だと、はい、なんじゃそれって話なんですけど、はい、BBS って言ってもそのドイツの BBS と日本の BBS があるんですよ、はい、で日本の BBS は基本的に全部単造、はい、でドイツの BBS の方はあの基本的に全部プロフォームなんですね、はい、だどっちかというと鋳造、はい、で、その製法によって単造の並みの、はい、まあ、強度だったり軽さが得られるような製法を使っている鋳造ということで、はいはい、だちょっとデザインも全然違ったりだとか、はい、で今回のが、はい、CCR、はい、3本ずつのスポークの、はい、こんな感じのデザインになってる。でこれスペーサーも入ってるんですよね。入ってます、はい、15ミリぐらいでしょうか、はいはい、で一応つらつらになってて、はい、で本来これ19インチなんですよね。19インチです、はい、で1インチアップしてタイヤの方も横山のタイヤに交換されて245、4520、はいはい、こちらが4本通して装着されてると、はい、あと車高も少し調整してあるみたいな。下げてますね、はい、なんかこれが純正ショックを生かしたまんま車高調化するキット、はい、はい、まあ、カーベイだと HAS とかっていう、そうですね、はい、商品あったりします、はい、それの似た感じで、はい、MSS コイルオーバーっていうのが入ってて、はいはい、まあ、それでちょっと車高調化して少し下げたと、はい、これちょっと覗くと分かるんですけど、オレンジ色のバネと、はい、あとこのネジの機構がちょっと見えると、はい、これあの好みに応じて多少調整できるってことですよね、はい、おそらく純正ショックなんで、まあ、ストロークが固定なんで、うん、まあ、極端に上げたり下げたりっていうのはできないと思うんですけど、うん、まあ、微調整までは多分できるんじゃないかなと、うん、だとこの全体的なシルエット、はい、小島さん X3 って検索すると、はい、でかいとかって検索候補で出てくるの知ってます、はいはい、そうなんですか、らしいですよ、はい、
でかいですか？でかくないですよね。ですよね。全然でかくないです。ただ、歴代比べていくとちょっとずつ大きくなっていってみたいですね、はい、まあでもそういうグレードも全部 X3 に限らずじゃないですか、はい、まあいろんな車がそうだと思うんですけど、はい、改めて初代と比べたら全長が 15センチぐらい、はい、で全幅が30ミリぐらい大きくなってる、はい、ただ全然まだ許容範囲じゃない。許容範囲ですね、はい、で全幅に関しては1890なんで、はい、そんなに大きすぎることもないと思う、うん、なんかデザイン的なものだったりとか、あとさらにこの下のサイズの SUV って結構最近こう充実してるじゃないですか、うんうん、はいはい、その辺もあって割と大きく感じられる方が多いのかなっていう、ね、はい、うん、確かにね、そうです、まあ、2が3になってみたいな流れですよね、今までの。今までの3のセダンもすごく大きくなりましたから、ね、なりましたかね、はい、なんでまあ決して大きすぎはしないと思うんですけど、うん、まあ、街中での使い勝手も問題ないな、うん、逆にいいんじゃないかなぐらいな感じですよね、はい、であとはこの辺も全部ダミーなんですね。ダミーです、はい、はい、だ本当に今デザインとなんか空力とちょっといいところで、はい、いろいろやってるなと、はい、だと装備的なものに関しては、まあ、前もそうですけどサイドもちゃんとカメラがついてて、はい、運転支援系と安全装備がかなり充実してるんですよね、うんうん、はい、充実します。この辺はちょっと中で見てみたいと思います、はい、あとは全部黒でまとめられてて、はい、高級感かなりいい感じじゃないですか。そうですね、シルバー系はもうないですね、はい、なんかまあこの窓枠がシミになっちゃうというのが定番だったんですけど、はいはい、これだったら大丈夫ですよね。まあ目立たない目立たないですね、はい、あのメッキのやつだとすぐシミになっちゃう、はい、そうですね、はい、白っちゃけちゃいますからね、はい、これだったら大丈夫、はいはい、そしてあとリアに関しても、はい、基本的に4本投資なんで245、4520の、BBS のホイールが入ってる、はい、あとあれですね、ブレーキパッドも低ダストは、そうですね、はい、今回の車は低ダストのブレーキパッドも入ってるということで、はい、これがリクセルの低ダストパッドですね、はい、BM もめちゃくちゃ汚れますからね。まあまあ、汚れません？ BM に限らずですけど、まあまあ汚れる方ですよね、BM は。特に BM 多い気がするんですよね、ダストの量が。なんかミニでもそうだったんですけど、うん、洗車場で洗車して、もう自宅に帰ってくると思う、うん、俺が汚れてるみたいな、うん、あ、うん。まあまあね、それはもう必然ですよね。はい、まあ、その辺がかなり解放されてる、はい、こんな感じになっております、はい。そして後ろに回っていくと、これさっきちょっとあの下見の時に、はい、これ車外とかフェイントとかなんかちょっと触ってるんじゃないかっていうねかっていう話が出てた、はい、このテールランプ、はい、これ純正なんですね。純正です。これも後期になって色が変わったところです、ね、はい、こんなに黒いですかね。ちょっとね、僕たちもね、そのもうまだ見比べている感じがあんまりないですからね、はい、ちょっと本当に塗ったんじゃないかなって思う感じですけど、その黒いですよ、ね、黒いです。はい、このテールランプになって、はい、あとエンブレムが、はい、ちょっとカスタマイズ車両ということで全部外されていると、はいはい、もうなんだかわからないですね、グレードは。そうですね、はい、そして下のこの辺も衣装が変わってて、はい、ここが黒いのが M スポーツなんですか。そうですね、標準はグレーになりますね、はい、なんか急に出てくるグレーですよね、他の車でも。そうですね、そうですね、はいはい、そしてマフラーもこのスクエアというか、はいはい、ちょっと端っこかけてますけど、はい、こういう四角のやつ、はい、これ珍しいですね、バンパーに結構ついてくるじゃないですか今。あ、そうですね、これちゃんとエンドなんですね。ちゃんとエンドですね、はい、だからパイプがちゃんとここででっかくなって出てきてる、はい、でこれ当然ディーゼルなんでバルブなんかはない、はいはい、こんな感じのテールになっております、はい、そして言いましょうか、はい、でトランクキックしますか。あ、キックもついてるんですよ。キックついてますよ、はい、鍵も入れ止まるんで、はい、でこれが今ついてるついてない。そうですね、新車だと各メーカー結構これがもうなくなっちゃってる電動の、まあ、キックもそうですけどこのパワーもなくなっちゃってるっていうのが。これモーターなんですかね、制御基板の方なんですかね。 その辺のパーツが欠品してて、うん、なし車が結構なし車が多いですね。それベンツもなくなってるって聞きます、ね、この車はついてると、はい、つきます、はい、ついてて欲しいですよねやっぱり。でここで結構ねこれ、はい、結構このサイズだと女性の方乗ったりとかね、あのすることが多いのでやっぱり高かったりね重かったりするんでついてた方がいいと思います、はい、そしてトランクの方が、トランク結構容量ありますね。そうですね、じゃあ一応毎回のこれはいけんじゃないですか。いけますよね、はい、そしてこれリクライニング、はい、後席を倒しちゃうとマックス550リットルってことでもう圧倒的な容量でいくらでも詰めると、はい、いくらでもはちょっと言い過ぎですけどかなり詰めると、まあ、使い勝手はすごいいいと思いますよ、はいはい、いやだからもうファミリーユースにも最適だなと思って、
そうですね、サイズ感的にも、はいはい、機能的にも、はい、機能的にもですね。そしてこの下にもちょっとだけ収納がついてて、はい、こんな感じになっております。いや、こういうの大事だと思うんです、はい、このわずかなスペース、スペースね、はい、こんな感じになっております。ここのね、押さえがないのがちょっと、そうですね、これカチャってなってほしいですね。以前だったらここにこういうのついてたもんね。 ありましたね。あ、でもここ、今ですからね、ここがないのか、ここのあれが引っ掛けるとこないので。あとダンパーついてる車とかあるじゃないですか、はい、この紐になっちゃったんで、うん、それは確かにシューとか、もしくはカチャってなってほしかったなって、ね、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装のカラーが3種類、はい、バーネスカレザーのブラックとモカ、はいはい、あとオイスター、はい、まあ、ワインと白ですね、はい、で今回の車はブラックということで、はい、非常に落ち着いた内装になっていると、はい、でこのダコタからある時期を境にこのバーネスカレザーってちょっとあの脂肪が細かいやつになって、はい、そうですね、結構柔らかくなったんですよ、ね、はい、でちょっとその辺も乗ってみたいと思う。そして今回の車はダークオークファインウッド、はい、まあ、ツヤありのやつだったりなしのやつだったりいろいろありますけど、はい、今回の車はこのツヤありのウッドのパネル、はい、あとスイッチ類もこのガルバニック仕上げとかって言って、ちょっとこのシルバーの、はいはい、なんか特殊加工みたいな、はい、ちょっとこれ質感いいですよね。質感いいですよね。なんか昔の7シリーズみたいな、うん、はい、最近の BMW で結構これ採用してますよ ね、 すよね、はい、これ割と質感がいいという、はい、手触りがなんかすごくいい感じです。そしてシートの方、スポーツシート、はいはい、そしてこのパンチングの、はい、こちらのタイプになっております。調整はちょっとこれ中と乗ってみましょう。一応このレザーも出た当時はオプションだったんですよ、はい、あ、そうなんですか。そうなんです、はい、でそれからちょっとね、あの標準になってって形ですね。なるほど、なってきますね。あとは、快適装備、はい、安全機能なんかがかなり充実してて、はい、ドライビングアシストプロフェッショナルがこれ全車採用になったということで、はい、三眼カメラとレーダーと高性能プロセッサーで、制御するタイプ、まあ、あとはハンズオフ機能なんかもこれ60キロ以下じゃないですかね、はいはい、がついてきたりとか、まあ、あと ACC レーンキープ、10個回避ステアリング、ペダル、ブレーキペダルの踏み間違い防止なんかも全部ついてると。あと OK BMW が、はいはい、ついてきてますので使ってみましょう、はいはい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。今回の車は非常に居留数ってことで、もう新車じゃないですか、なんか匂い雰囲気、そうですね、このサイドステップのこの養生といい、はい、ピカピカです。ちょっとあの僕乗るのちょっと恐縮なんですけど、仕事なんで乗ってます、はい、そして高さは割とありますね、ありますけどここが低いんで乗りやすい、はい、です、はい、そして乗り込むとシートめっちゃいいっすよね。なんすかね、硬さがいいってことですか、はいはい、なんかレザーが柔らかくなってるからか、はい、私も思います。スポーツシートなのに結構沈み込みがあって、はいはい、そして調整は8ウェイぐらいですかね、はいはい、上げ下げとリクライニングって感じです。膝下入れて8ウェイということで、はい、そしてステアリングの方はこちらのスポーツステアリング、まあ、相変わらずちょっと太い、はい、そしてちょっと柔らかいタイプのこちらになっております。でパドルも当然ついてて、マルチファンクションと進化した ACC、はい、こちらがついております。そしてメーターの方が 12.3 インチの液晶タイプ、はい、こっちも 12.3 インチなんですよね、はい、ここめちゃめちゃ大きくなったんです、ね、大きくなったっす、はい、こっちも、はいはい、ただこれがやっぱりこうこっちから触れるのがやっぱり慣れないっていう方が結構いらっしゃるのかなと、はい、この辺はおなじみだと思うんで、はい、飛ばしちゃっていいですか。どうぞ、はい、そしてエアコン関係がかなり充実してて、標準で3ゾーン、はい、そしてあのベンチレーションもつけられるんですね。そうです、オプションですね、はいはい、で今回の車はついてる、はい、このオプションはね結構ね時間かかるみたいなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。ただちょっと切り替えがこっちなんですよね、はい、こっちとかこっちとか。そうですね、でも多分ベンチレーション付きは、はい、多分相当珍しいと思います、オプションとつけて。あ、そうなんですか。珍しいです、珍しいです。なるほど。あとメニューでこれシートヒーターの配分もできるんですね。配分も、あ、そうですね、はい、背中側とか、はい、お尻側とか、はいはい、これ常識ですか。これはそんなにあの、はい、あでも8シリーズとかでこういうのできるようになってるので、まあ、比較的見慣れてはいますね。なるほど。そしてあとはおなじみのこの辺エアコン関係とメディア関係、はい、でメディアは基本的にはラジオとテレビと、はい、テレビもついてるんですね、はいはい、で今回の車はテレビキャンセラーもついてるということで、はいはい、走行中もお楽しみいただけます。そして Bluetooth のオーディオもついております、はい、そしてこの下は、はい、小物入れと、はいはい、これ置くだけ充電はついてないんですね。そうですね、はいはい、ここ欲しかったですね、こちらね、ここはね、これ後付けしましょうじゃあ、はいはい、
そしてドリンクホルダーと、はいはい、だといろんなレビューのやつで、はい、これが残ってるのいいよねって、はいはい、書いてあるのが多かったです。そうですね、結構今なくなっちゃって、フルタッチのやつあるじゃないですか、はいはい、ベンツあれどうですか？それ言っちゃダメだな。いやいやいや、いいと思います。あくまで個人の感想なんで。あれちょっとね、僕も慣れないですね、やっぱり、はい。まあ、確かにみんな軒並みなくなってますから、ね、はいはい、コントローラーが、コントローラー、ね、これは結構いいところだと思います。はい、だとこの辺もおなじみだと思いますね、はい、飛ばしちゃいます、はい、ヒルディセントとかもちゃんとついてるんですよね、はいはい、そしてアームレストの中は結構深くて、はいはい、タイプ C の USB がチケットついております。はい、はい、そしてもう BMW、 やっぱりドライビングポジション自然なのはもうおなじみですから、ペダル類も自然ですし、はい、フットレストも大きくて使いやすそうです、はいはい、そしてあと上に行くと今回の車はレーダー探知機が後付けされてて、この天井類も M スポーツだからですか。そうですね、はい、アンスラサイトのこの黒いタイプになっております。はい、はい、あとね、もう一度お試しください。はい、さようなら。はい、また呼びます。そしてルームランプと、はい、ETC 内蔵のミラーはこんな感じで、今回も聞き取れませんでした、はい、結構喋りますね。そして今回の車はドライブレコーダーもついてる、はい、ついてます。そして今回セレクトパッケージがついてるってことで、はい、ちょっと一個ずつチェックしてていいですか。はい、はい、まずステアリングヒーター、はいはい、あとアコースティックガラス、はいはいはい、いいガラス、はい、いいガラスですね、あの遮音性の高いガラスになってると、はい、フロントガラスだけですよね、はいはい、だとパノラマ、はい、でかくないですか。はい、めっちゃでかいですね、はい、しかも開くやつですよね。開くやつです、はい、最高です、はい、こちらもついてると、はい、だとリアのブラインド、はい、だとリアのシートヒーターもついてるんですよ、はい、そしてあとサンプロテクションガラス、はい、ハーマンカードン、はい、あとジェスチャーコントロールがついてると、はいはい、基本的に、はい、あのそのセレクトパッケージと、はい、まあ、つけとけばもうベース全部つ いうことないです、はい、それにプラスベンチレーションが今回ついている。なるほど、はい、もうほぼフル装備じゃないですか。もうフル装備です、ほぼフル装備です、はいはい、最高ですね、はい、そしてあのヘッドアップディスプレイの方も、はいはい、ついてます。これもね、ヘッドアップディスプレイも今なかなかつかないですからね。あ、新車で。そうなんですか。新車つかないです、はい、なるほど、はい、じゃかなり装備の充実した1台になっているようです、はいはい、じゃ続いて後ろの座席も見てみたいと思います。後ろも広くないですか。広いです。これ広いですよ。まず身長168です。もう、や、もう上はもう全然、前も普通のセダンの大きいサイズと同じぐらいの、うん、広さありますね。そしてちょっとだけリクライニングができるんですよね。そうですね、はい、ここがこんな感じで、これそれわずかですけど、いやいや、わずかがすごく大事じゃないですか。この差がね、全然違います。違いますよね。全然違います。でシートも柔らかいですね。フィット感はそうでもないですけど、もう十分ですね。5点です。5点、5点です。何点満点ですか。え、何点満点ですか。5点満点。5点満点。5点満点。いや、このサイズね、サイズ感とやったら5点です、ね、なるほど、はい、あとこのシートヒーターも、シートヒーターと、はい、これは装備になってます。でタイプ C の充電も2系統、はい、抜きます。ついてます。でリアの装備良くないですか。いや、だいぶいいですよ。全然いいですよね、はい、昔の X3 ってちょっと後ろって、はい、正直ちょっとこうおまけみたいな、おまけまではないですけど、ちょっと装備に欠ける部分はあったと思うんですけど、もう十分ですよ。あとこの辺のクラスでリアにシートヒーターをついてると、うん、あの人乗せた時に喜ばれます、うん、あ、確かにね。あ、ついてんのいいじゃんって、うん、確かに、はい、うちの撮影者も必ず言われます。そう、はい、あ、ついてんの。ついてます。あ、ついてんの。そうなんですよ。だ、結構これより上のクラスになると、はいはい、まあ、リアのシートヒーターはついてるよねって感じですけど、はい、この3とか、その辺でついてると結構ありがたい、ね、これがセレクトパッケージのこのブラインドです。ブラインドです。え、だいぶ良くないですか。もういいです、いいです、いいです。ファミリーユース最強っすね。そう、だ3ってなんかイメージがあれですけど、はい、やっぱ新車で700万ぐらいする車なんで、はい、やっぱりリアもちゃんとできてますよね。そうですね、基本装備かなり充実してますね、うん、いいと思います、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見ていきたいと思います、はい、エンジンルームちょっとあの気になるパーツついてますけど、その前にエンジンのスペックから、はい、1995cc 直四ディーゼル、はい、190馬力トルクは400ニュートンということで、トルクすごいですね。ディーゼルならではですね、はい、でこれがあのいろんな2リッターディーゼルシリーズにいろいろ積まれてるエンジン、はい、
で組み合わせるミッションの方が発足オートマということで、はい、でこの上というか、グレード上の車と何が違うかというと、デフがスポーツデフついてきたりとか、はいはい、またブレーキがスポーツブレーキになったりとか、はい、あとオートマの方もスポーツオートマになったりとか、はい、だからそこまで求めないんだったら、うん、もう全然これ十分すぎるぐらいのスペックじゃないかな。400ニュートンって排気量で言ったらもっと全然下手したら倍ぐらいのトルクなんで、はいはいはい、まあ、ちょっと気になる走りの方はこの後ちょっと乗ってみたいと思います、うん、はい、あと今回ちょっとこの補強が、はいはい、ま、ちょっとあの必要かどうか、ね、ギャップを感じます、ね、はい、ちょっと感じます。先ほどちょっとパワフルって言った手前ちょっとあの突っ込みづらいですけど、はいはい、ちょっとあの大げさなぐらいガチガチにフロントが補強されてる、はい、これちょっとあのフロント の、 あの動きなんかも違うと思うんで、はいはい、まあ、できればついてるついてないで乗り比べしたかったんですけど、はい、ちょっとこれがついてるっていう状態だけですけど、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、あと今回の車は、はい、あのスタディさんのサブコンがついてちょっとパワーアップしてるってことで、そうですね、あの僕ちょっとこれ予習でいろいろ調べたんですけど、あの具体的な数字がちょっとあの僕見つけられなかったです、はい、ただ118で40馬力ぐらい、はい、118D、はい、で40馬力ぐらいアップしてるってことなんで、はい、おそらくそれぐらいは多分アップしてるんじゃないかな、うん、でも乗っていただくとそのアップやっぱり 乗り比べしてないんでな、分かんないですけど、あ、走るなっていう感覚は全然すごく感じてもらえると思います。続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。OK Google、はい、OK Google じゃないです。OK BMW。 運転席の窓を開けて。こんにちは。運転席の窓を開けて。運転席ウィンドウを開けます。ウィーン。もう前回まで半分開けてたら半分開けるのかな。わかんない。OK BMW。運転席の窓を半分閉めて。運転席ウィンドウを半分閉めます。そうそう、お、使うか使わないかって言ったら使わないと思います。使わないと思います。いやでも後ろの例えばこうお子さん乗ってて後ろの窓、あそこで閉め、あ、できるもんね。まあね、ちょっと僕の使い方だとまだその使うシチュエーションが思い浮かばないです、うんうん、まあね、でもっと進化していけば、はい、まあ、ただナビの設定とかは、うん、自宅まで案内してとかは、うん、はい、かなり使えるんじゃないかなと、うん、はい、あと最近思ったんですけど、うん、このアクティブステア、うん、めっちゃ自然になりましたね最近。最近っていうか、うん、結構前から思いません？自然というと滑らかになったところですかね、はい、あの E60 の時の、はいはいはい、あれ 初めてじゃないですかアクティブステア。あれはね、あれはね、あれはやばかったっすよ、ね、あれはひどかった、うん、あれこんなに滑れないのっていう、走り出すと普通になるんですけど、はいはい、そこからするとだいぶこう使いやすくなったなっていう、うん、ちょっと行く前にちょっといいですかいろいろ、うん、はい、うん、でもねさっきの、ね、窓のも、ね、今できる技術が後から見たらすごいことにつながっていくわけですよね。そうですね、はい、まあ、まだまだその開発段階ですから、はいはい、そして、はい、ちょっと待ってください。おなじみの、はい、一応この辺のカメラ関係、はい、360度がついてて、なおかつこのパーキングアシストクォーターアシストもついてると、はい、で今回またパーキングアシスト、はい、でしたっけ、はいはい、ちょっと試しましょう、はい、でクォーターアシストマックス 50m でしたっけ、はい、あの勝手にバックしてくれるやつですね、はいはい、これはなかなか試す機会がないと思う、はい、ちょっと今回パスですけど、はい、行きましょう。あれツッチーの語りはないんですか、はい、今日は。いや、ないです。ないですか、ね、はい、あとはステアリングがそんな重たくないんですよね、うん、いいなぁ。うちの車は重たいと、ハンドル、しかもシートベルト引いてくれるんじゃないですか、これ。うん、引きましたね、はい。え、なんかすんげえ乗り心地いいんですけど。え、これタイホイールから出るからですかね。
だから最初に乗った時もそれ、ね、運転させてもらってこの車を運転させてもらった時に、はい、あれって思ったんですよね。めっちゃ乗り心地いい、うん、ただボディの硬さをすごく感じます、うんうん、これあれかな CPM の、 その補強が入ってるからですかね。足回りもね、はい、あるからかもしれない。なんか見たらフロア下にも補強が入ってたんで、はい、で足がすごくこう柔らかいんですけどボディをこうしっかりしてる感じがします、はい、で僕はこの補強はちょっとやりすぎ感、少し、うん、でもちょっと昔の BM の感じがしますね、硬さが。ああそうですね、履く感がすごいですね、履く感がちょっと、はい、うん、する感じだから前の乗り心地が好きな人は多分ストライクかなって感じですね。どこまで影響してるのか謎ですけど結構しっかりして硬くなってる感じがします、うんうん、あとめっちゃ静か。そうめっちゃ静かじゃないですか、うん、だからね毎回そのさっきも話したけどツッチーのそのディーゼルアレルギーをなくそうと思って毎回毎回乗りますけどめっちゃ静か。全然音しなくないですか、はい、外だとまあディーゼルサウンドなんて感じですけど、うんうんうん、乗ってこう巡航してるとも分かんないぐらいですね、うん、他の YouTube とかでも乗ってて全然聞こえねえよなんて聞こえないですねなんて言っててそれちょっと大げさでしょみたいな感じありましたけど、あのこの加速とかちょっとこの何ていうんですか、うんうん、いやでもだいぶ静かになってますね、うんうん、え前期のディーゼル他の車もそうですけど、うん、もうちょっとしますよディーゼルサウンドしてた気がする。例えばそのこれのなんだろう対抗車で言ったらなんだろう、うん、GLB とか、はい、GLC とか、はい、全然もっとしますよね音しますしますよね。本当にこの加速の時にわずかに聞こえるぐらい、うん、僕の耳が悪くなってる可能性も。いやいや大丈夫です、はい、私もそうですから。本当ですか、はい、めっちゃ静かになってる、はい、トルク的にはどうですか。全然十分ですよ、うん、これよく気持ちいいぐらいの加速ではないですけど、うん、全然十分です、うん、私下からトルクが出るんで、うん、街乗りめっちゃいいかもしれないです、はい、いいんですけどだいぶよくできてる車ですよね。よくできてます。ちょっといろいろ触りたいですね。ちょっと補強を僕取りたいですよ。あと足がもしかしたら、うん、これあの車高調化されてるんで、うんうん、その動きもあるかもしれないです、うんうん、少しこういう感じがあるんですよね、うん、すごく乗り心地がいいんですけど、うんうん、細かく動くっていうか、うん、分かります、うんうん、言ってることは分かります、うん、はい、なんか結構足回り硬い車で、うん、扁平があってすごくコンフォートなタイヤ履いてる感じします、うんうんうん、これじゃあ一応スポーツに変えてみましょうか、ね、うん、でも電子テープの足回りじゃないですよねこれ、うん、固定ですよね。40とかになるとあのハイブリッドとか40になると電子制御なし、うん、だからステアリングとエンジンとトランスミッションだけですね、はいはい、そうですよね、はい、良くないですか。いやいや良くない車はありませんよそんなの厳選されてますね。厳選されてますよ、はい、しかも今車頼んでも来ないし、はい、装備が充実してるやつもないんだったら、うん、これめっちゃ買いじゃないですか。買いですよ、うん、で変な話プレミアカークついてる車って車種とかいっぱいあるじゃないですか、はい、これプレミアカークそのついてないんで。ああなるほど、はい、確かに今某メーカーの某四角い車はとんでもないことになってます、ね、とんでもないことになってますからね。確かに、はい、大きさサイズ感的にもいいですし。いいですいいです、うん、いいです。このね質感なんかもねそんなにどうですか。いやだいぶいいっすよ。いいですよね、はい、質感だいぶいいし、ダッシュボードもこのステッチが入ってて、うん、はい、なんかもう欲しい装備がもう当然のように全部ついてますもんね、うん、シートヒーターもベンチレーションも、うん、セーフティー関係もね、ここら辺はあれですけど。あと渋滞はまってこのハンズオフを、はいはい、試したいですけど。これでも優秀ですよ。でもね、はい、どうなんだろうな、ちょっとやっぱりね怖い時あるかな。あ、一応名古屋のあの前期ですけど、うんうん、あれ前期だっけ340でちょっと試させてもらったんですけど、さすがにカーブとかは、そうカーブの時さ、うん、ちょっと怖くて戻すよね、うん、あと60キロっていう速度設定がちょっと絶妙すぎて、うんうん、そうなんですよ。 ACC
優秀ですよね、本当に。だいぶいいですね。結構乱暴ですよ、加速は。加速は結構乱暴です。おお、すごい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 。すごい、まあ、使うか使わないかって言ったら、うん、もうちょっとこうつながってる渋滞じゃないと、うん、あれですけど、もう本当に透明のあのノロノロ夕方の、うん、あれだったら結構使えるかもしれないですね、うん、あとちょっと車との信頼関係が出来上がってないと、うん、そうですね。ちょっとじゃあバック試しに行きますか。バックじゃない、うん、駐車を。駐車をね、はい。これあれなんか契約すればなんかアレクサベースのやつがなんか使えるんですよね、確か、うん、なんか家のやつあの操作したりとか。これでしょ、アレクサが。あ、そうそうそう、これですね、はい、家のやつ動かしたりとか。だから僕自宅はあのアレクサでその、うん、電気つけたりエアコン止めたり、うん、テレビ消したりとかできるようになってるんですよ。え、そうなの。できます、できます。すごいね、うん。その辺と連携してれば、車に喋っとけば家でそのエアコンつけといたりとか、うん、それもなんかさできる。家いたら動かないじゃない。いや、マジやばいっすよ。あの、俺こういうのってなんか最初はなんかもうちょっとこの、何ですか、変わったものかと思うじゃないですか、うんうん、あの使い慣れてくるとマジダメ人間になりますよ、うんうん、ダメ人間になるね。俺実家じゃない、自宅が帰ったらソファ寝転がって、うん、テレビつけるのもアレクサにやらせるし、うん、電気消すのもダメだよ、ダメ人間だよそれ。いや、もう今日ソファでちょっとそのまま寝ちゃおうって言った時も、うん、あの起きてスイッチ押しに行かないですもん。でしょ、うん、消してっつって、うん、おやすみって言うと勝手に消してくるんですよ。マジでそれダメ人間なのそれ。なっちゃいます。いや、これもなんかみんな使いこなしてないから、うんうん、いやいや言ってもそんなのって、まあ、俺も思ってるし、うんうん、感じですけど。ここで撮っちゃっていいの？他のとこで撮ってもいいですか？いい、はい、ここでボタンを押す、手を押さないと。これを押して、え、怖い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 。ですね、これブレーキ踏んでなくても、うん、あ、え、これシフトの操作もいらないんじゃないですか？全部自動、全部自動だ、フル自動、はあ、結構いいとこ入れて、ギアどこにしろとかっていうのもないんすね、うんうん、結構なとこ入れるね。端入れたね。しかもぴったり来たね。え、パーキングにもしてくれましたよ。サイドも引いてくれたっすよ。しかもブレーキ一回も踏んでないっすよ。うわ、すごい。え、普通だってドライブにしろバックにしろって出てくるっすよね、うん。ボルボは出てた、ボルボですよね。バーが出てきて、そうそうそう、次の指示まで、うん、最初から最後まで全部自動でした。全部自動だね。超優秀じゃないですか、うん、だってちゃんと枠に対して垂直に、このさ、この線がこの2本あるからさ、あれ分かりづらいんだよね、多分ね。そうかもしれないですね。外の枠で入れてるんだ、うんうん、あ、じゃあ優秀だよこれ、かなり優秀だね。しかもだって全部自動でしたよ、うん、すごい。いや、こうやって試させてもらうと、うん、車の進化を、うん、こう感じれますね。感じるね。いや、びっくりした。いや、でも過去一じゃないの、うん、だってシフトも全部自動でしたよ、うん、いや普通バックしろ前進しろって出てくるんですけど、え、前の BMW どうだったっけな。いや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 、前のやつは確かシフトは動かせって出てきた気がしますよ、うん、全部自動じゃないと思うんですよ。全自動はずだと思いますよ。うわ、シートベルト引っ張る。え、すげえ、全自動っすよ、もはや。しかも、その前進もバックもソフトにやってくれるから、うん、ブレーキ一回も踏まなかったっす。おーおーおーってなかったね。なかったっす、うん、いや、ちょっと調整したいですね、僕やっぱり。何が？足回り？足回りを。
あのこのぐらいのダウン量だったらもうスプリングノーマルでもいいかなと思っちゃう、一応今回の車も足回りはノーマルあるので、はい、あ、なるほど、はい、戻せると思えば戻せます、はい、大丈夫です。なるほど。であと手出すとは、あの利きは、はい、あのいい意味で普通です、はいはい、あ、すみません、あのショックの方で、あ、ショックショックの方です、はい、足もマフラーとかあのホイールとかはないんで、はい、ブレーキディクセル割といいですよね、うん、いや、たまにめちゃめちゃ効かないのあるの分かります？いや、最近のそんなのあんの？ありますよ。そうなんだ。前は効かないなって思ったの結構あったの。あの低ダストでもいろいろその混ざり違うんで、うんうんうん、効かないやつ本当効かないですよ。危なみたいな。今までその最近のは当たったことないな。あります結構、うん。結構なんかちょっとマイナーなやつをなんかオリジナルとかって言ってるケースも多いじゃないですか。うんうんうん、ああいうのの中にも全然効かないやつとかあるんですよ。うん、全然想定内の加速ですけど、うん、やっぱり下からトルクがすごいです、うん、まあ、でも、はい、今ねなかなか新車が来ないっていうのもありましたし、さっきも話した通り BMW はねちょっといろいろ話題の地域で作ってる部品があるみたいなので、ああ見たいですね、はい、聞いてびっくりしました。それ BM とか MINI とかやっぱり新車のディーラーさんの話聞くと本当に何を売っていいのか分からないと、じゃあこの先の見通しもだいぶ不安じゃないですか。だいぶ不安だと思いますよ、うん、だからそこのね、どこの部品作ってるのか、どこのラインで作ってるのか詳細は分からないですけど、ね、ちょっとなかなか、だからこの車もアップしてすぐに売却になる可能性はある。これで急いで編集しないとあの制約済みの車を公開することにもなりかねないですよ、うん、そうですね、はい、最近それが立て続いてるんで、あ、でもね、嬉しい、ありがたいことに、ありがたいことなんですけど、ね、ありがたいことに、はい、ただでもちょっと見通せないんだったら逆に本当に、うん、いやもうちょっと待ってれば、はい、あの供給が回復するよって言うんだったら、はいはいはい、よしじゃあ待つかってなるんですけど、はいはい、でまたそれプレミアついてんだったら、うん、ちょっとって感じですけど、ね、うんうんうん、でもやっぱりそのね、今車好きな方もこの前お客さんたまたまいらっしゃったんですけど、プレミアついてる車は欲しくないなって言ってましたね。別に買えなくん多分ないとは思う方なんですけどね、うんうん、なんか今当たり前になっちゃいましたからね。そうそうそう、だから新車の定価が定価じゃなくなっちゃったんで、うん、だからまあ何が定価なんだってところはありますけど。確かに。いや、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけども、はい、あの最近ちょっと買い取りを東京店、はい、名古屋店で最後お知らせ入れさせていただいてるんですけど、はい、あの僕の説明の仕方に語弊がありました。あ、そうなんですか、はいはい、あの直販できるものは頑張れますよって、はいはいはい、そのまま取るとなんか直販できないものは頑張れないみたいな、はい、あ、買い取りしないと、それはそんなことないです、はい、そんなこと、はい、基本的に車種問わず、はい、走行距離問わず、年式問わずで、年式問わずで、はい、全力で買い取りできる。だからもう本当に何て言いましょうか、まあ、あいみつ取ってる方もいらっしゃいますけど、まあまあそういうのでも何でもいいんです。とりあえずお問い合わせいただいて、まあお話しいただければ、一番汚いやり方すると最後に教えてくださいっていうのはねありますけど、ありますけど、まあ、はい、まあそれぐらいあのちょっと頑張ってやりたいなと思ってます、はい、特に直感できるやつはさらに頑張れる可能性があると。まあ、そう、それちょっとまた語弊になっちゃうけどまた語弊があります、ね、そうです、はい、まあ、とりあえずあの、ね、はい、ボンド、まあ、一度ご備えたのがいいですね。いや、でもやっぱりお客様、はい、ちょっと話長くなっちゃうかもしれないけど、やっぱあのどうせ売るならボンドさんでって言っていただいているお客様すごい多いので、本当にありがたい。そうです、こちらもそうなんで、 ありがたいお話なんで、まあ、ぜひお問い合わせいただければと思います。まずは一度ご相談いただければ、はい、いいかなと思います、はい、というわけで今回は BMW X3 X ドライブ 20D をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。